ボートレース三国福井パールライスカップ新米地方まで争奪戦、6日間シリーズ激戦を彩りました6選手が頂上決戦に登場です。競争水面上は優勝戦第12レースです。対戦メンバーは1号艇松井茂、2号艇小葉照義、3号艇武田光文、4号艇米田隆弘、5号艇別府正樹、6号艇沖津愛、以上のメンバーです。インコース向かいますのは1号艇松井茂です。フライング2本持ちのハンデをものともせず、初日からシリーズを盛り上げてきました絶対王者が堂々の絶好枠で登場です。2コースには2号艇小葉照義です。前節の優勝モーター相棒にしっかりと結果を残して唯一を決めています。ここまで4勝をマーク。3号艇武田光文、地元当地は今年3度目の唯一です。3コースです。4コースの角は4号艇米田隆弘、当地およそ1年ぶりの登場もオール3連単の成績で唯一を決めています。5号艇別府正樹は前節に続いての連続唯一、5コース。6号艇沖津愛、当地は3度の優勝実績を残しています。ここも一発を狙います。6コースです。1号艇松井茂、人気の中心です。進入インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。2号艇の小葉、3号艇の武田、わずかに好スタートを切っています。インから先制は1号艇の松井、2号艇の小葉の差しにまくり出そうとする5号艇の別府、内からは6号艇沖津が続いていきます。先頭を押し切ったか、1号艇松井茂が先頭です。2号艇小葉2番手、3番手5号艇の別府と外に3号艇武田、最内から接近6号艇沖津、外に4号艇米田、スタートは正常です。先頭1号艇松井茂、2番手2号艇の小葉に外に切っていくか、5号艇の別府に内からは6号艇沖津、3号艇武田、先頭1号艇松井茂、リードは3艇身、単独先頭。2号艇小葉照義が2番手、3番手は外5号艇別府、わずかに優勢、内からは3号艇武田が追走しています。1号艇松井先頭です。2号艇小葉2番手、3番手3号艇の武田が先に旋回、内を突く5号艇の別府でバックストレッチに入っています。3番手打ち着いた5号艇別府正樹がここで2停身半3停身と前に出て、1、2、5の体型でこれから2周2マークに向かっていきます。先頭1号艇松井茂が2周2マークを旋回、2号艇小葉2番手、3番手は5号艇の別府正樹、上位体型は1番2番5番の体型、若干水相手3号艇武田、4番手追走、6号艇沖津、最後方4号艇米田でこれから最終周回です。陰線しっかりと逃げた1号艇松井茂が先頭です。2号艇小葉照義が2番手、3番手5号艇別府に差を詰めていく3号艇武田も、まだ3艇身のリードがある5号艇別府正樹、1、2、5の体型、最終ターンマークに向かいます。およそ1年3ヶ月ぶり、通算では136度目の優勝に向かう1号艇松井茂が先頭です。2号艇小葉2番手、3番手5号艇別府、切り込んだ3号艇武田を振り切りまして、上位体型1、2、5、第12レースゴール。先頭1番松井茂、優勝の5輪、番手2番小葉が5輪、3番手5番別府で5輪、3番武田、6番沖津、ラストは4番米田が5輪です。